ン安権慰安とは心を慰め、老をねぎらうこと。また、そのような事柄である。物理的、または心理的な感覚で快感。多くの場合苦難の欠如として特徴づける。用語としては、現代でも組織が行う福利構成の一つとして、慰安旅行といった形で使用される。快適さが不足している人は、不快、不快感と表す。 ある程度の心理的快適さは、身近な活動に従事すること身近な物体の存在を維持すること、快適な食べ物の摂取など、楽しい思い出に関連する体験を再現することによって達成が可能である。病気や怪我をした人に快適さを提供することは、ヘルスケアの一つの目標であり、回復を促進することができるため、快適さはヘルスケアにおいて特に懸念される。 心理的な快適さを提供するものに囲まれている人は彼らの快適ゾーンにいると表現されるかもしれないがポジティブな連想の個人的な性質のために心理的な快適さは非常に主観的である。1906年にはすでにいわゆる見舞い文をもって慰安の文として使われている。これは勤務疑問、留守見舞時効見舞病気見舞洪水見舞家事見舞 自信見舞いなどである。相手に安らかであってほしいと願う分である。1908年には企業による従業員への慰安として、鉱山施設の娯楽施設に関する記述がある。これは年に一度、二から三日、山の神祭りを行い、芝居や余興をし、酒、魚を若干のお金でもって提供するもので、正月やお盆に祭日を設け死者を鎮魂し遺族を、 移動するものである。そして、そのための施設として、娯楽場を建設し演劇の観覧したが、普段はこれを幼児保育所として活用していたとしている。その他、下記に清涼な休憩所を設けずいに、休憩睡眠できるようにすることをもって、慰安とするところ、鉱山によっては、厳冬期蓄音器を備え芝居や、活動写真を提供するところもあった。 1976年以降に使われ始めた朝鮮における慰安婦などは特殊な要礼で朝鮮の同時代における一般的な慰安の実際は以下のようなものであった慰安従事人慰安に関する施設は主として局とも会にお手のを実施す局とも会は全従人員を会員とし本部を本局内に支部を普山、大田、慶城、慶城工場、平壌。 元山、上津の7カ所に、会場を、富山、馬山、手具、慶州、大田、立里、と、木浦、甲州、慶城、新川、新幕、平壌、定州、新陽州、元山、福慶、伊京、高木、上津、仁北たを、ラナン、清津の22カ所に置く。本年度事業外協並みに、その収支にのごとし、運動会支部におて重鎮及び、 家族の慰安を、おもとする運動会並みに、の誘拐を、春秋の後期に、開催整理。慰安娯楽機関の設備少なく平素慰安の機会に、飛ぼし式中間駅所在勤者及びその家族のため、活動写真班を巡回せしめたり。建設船及び現場慰安のため芸人班あるいは、活動写真班を派遣するの外各工軸に、慰安非着艦を、分配整理。 本支部会場におて落語、講談、何は説、活動写真その他を平氏随時案会を開催せり、地名の市を招聘し沿線主要地におてまた地方、巡回講師を移植し、各支部管内におて収容に関する講演会をまた、青葉町及び金剛さんにおて各4日間にわたり収容講習会を開きたり、朝鮮人従事員及びその家族のため特別案会を、 開催整理。児童保護児童心身の健全なる発達を、岸学霊未満児の保育並みに託児を行いなおほ、児童一園とする子供の会を開く。現在児童遊園解説箇所は辰山、西大門、富山及び平壌なり。ラマはシーターを慰めるハリー・ハーロー。研究生理学的反応人気のコンフォートフード食べ物の好み温度の、 平均快適レベル熱中性日常使いヘッドバンド、キャップ、毛皮で裏打ちされたコート、スカーフ、セーターなど多くの防寒着を着ている赤ちゃん2016年時点の日本の法令では従業者に対する公正福利の一部をなす概念として例えば以下の規制文書にこの言葉が用いられている。これら同様2016年時点で有効な法規制文書である。 昭和10年5月15日付の内務省社会局保健部長発覚健康保険組合理事長宛通知第339号保健施設に関する件によると保健施設のうち健康の保持以外のことを主たる目的とする施設で健康祝賀会の開催投案を行う施設として慰安が用いられているこのように日本の法令では慰安が 保険衛生に基づき事業者が従業者に組みす、厚生福利の一部であり、その会計上の費用彩目としても用いられている。ありがとうございます。